はい、で、ま、座っててもらってもいいですけど、はい、あのこううつ伏せで撮った写真ね、はい、横向き横向き仰向けと、はい、でこのうつ伏せで撮った写真でこれが胸ですけどね胸、はい、でこっちに頭があって前足があります、はい、こっちがお腹ですね、はい、でこれが心臓です。まあちょっと大きいかなぐらい普通よりね、はいはい、でこれで横に来ると頭が、はい、ここ、はい、まず頭ここね、ここがちょっと空いてるわけ、はい、骨がないところが、はい、大専門閉鎖不全症って言ってね、はい、だから頭でまたこういう頭視力は本当頭ボーンってやると転換が起きやすい、はい、から頭ぶつけんようにね。それからあとこれ胸でやっぱこれ心臓なんですけど、はい、やっぱちょっと大きいんですよ、はい、結構大きいんです、ね、うん、まあちょっとじゃなくて結構大きいかな。で気管はまあ正常と、でさっき言った軟口蓋っていうのはこれ頭があるとさ、はい、これ気管だからこの気管の入り口の上から垂れ下がってきちゃって、はい、いびきが大きいとかね、そう、あの小さいですからこの子すごくいびきが大きいなって思ったんですよ。であの子ねさ、チワワだけどさ、なんかちょっとペキニーズが入ってるような気がするんだけどね。何が入ってますか？ペキニーズ。ペキニーズで白いワンちゃんでさ、鼻がこんなになってるワンちゃん。ほんでみんながこの子チワワって。うん。だからちょっとペキニーズが入ってる感じがするんだけどね。買った時はね先生、裸でこんなワンだったので。え？あの子を買った時ね、裸でこんなぐらい小さかったので。そんな小さかったの？まあ、ネズミみたいでした。そんなの売っちゃダメじゃないの？まだ生後じゃ1ヶ月も経ってない。いやいや、もう3ヶ月って言われて。3ヶ月？本当？ちゃんとあれももらったんですよ、血統書もね。じゃちょっとこちら1回立ってごめんなさいね。はい。で、これお腹でね。で、これ朝ごはん食べとったんですよ。はい。で、ちょっと興奮してるから、空気飲んでるからガスも胃に入ってます。これは興奮したせいだと思います。はいはい、であとこれ肝臓ね、はい、これがねステージはこれぐらいなんですよ。だから肝臓もちょっと大きい2歳。それは私のせい、いやそのこの子のせいだと思う。この子の持ってるもんだと思います、はい、それからあと一番私のせいだったらもう気をつけなきゃいけないので、股関節がね、はい、あのまあ別に関節線は何も起きてないんだけど、はい、ちょっとはまり方が浅い、はい、こうあってこう骨頭がこう入ってるんだけど、はい、はまり方がちょっとだけ浅い、 はい、そんなに深刻になるほどじゃないけど、ただちょっと浅い子はあの年齢とともに股関節炎になっちゃう可能性もある。私みたいになっちゃう。そうだから体重があまり増えていくと負担かかって股関節炎になるから、まあ、はい、ちょっぴり太ってるならいいんですけどね、はい、どれぐらい太ってるかっていうとね、この横向きで見るとこれが皮膚のラインなんですよ、はい、でこれが骨のラインで、こんだけ皮下脂肪がついてるわけだから、これがね、この半分ぐらいになってほしい、はい、真正面で見てもそう、これが皮膚のラインでしょ、でこれが肋骨でしょ、私のレントゲンみたいなこれが半分ぐらいになってないといかんのだけど、はい、ちょっとね、全体的に皮下脂肪がちょっと多いからさ、私と一緒ですね